李ー武美術館入り口。李ー武美術館は、中華人民共和国湖南省庁差し竹六区にある、私立美術館である。2014年5月、臨済州の高層西雲大使が、李コ県美術館の石を築いた。同年12月、李ー武美術館は着工し、2016年10月1日に、李ー武美術館が完成し、無料で、 一般公開されました。2017年7月16日、リオリタケ美術館は、イギリス世界記録認証機構に、世界最大の芸術家個人美術館と認証されました。常設展示室、企画展示室以外は、無料ゾーンである。リオリタケ美術館はいくつかのエリアに分かれています。主に A 転軸、B 転軸、C 転軸、心の空間、静心島、 水上音楽ホール、水上芸レストランなどです。リジタケミ、原型よしき、そうきつねも、http コロンスラッシュスラッシュ www.sohu.com スラッシュ a スラッシュ155227079714371642019年7月13日、閲覧。リジタケミ夜食の日、こ公募。 http://hunan.ifeng.com/.a/.20190618/.74624-90SHTML2019 <org> <ımız. S 2> 年7月13日、閲覧。全世界最大の芸術家個人的な美術館。 h t t p w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  r c a j p a s s j j l 2 0 1 7 0 8 7 1 0 3 h t m l 世界記録認証会社要員は現場で測量し、審査の結果、美術館の建築面積は25000平方メートルに達します。 全世界最大の芸術家個人的な美術館だとのことを認証されました。理事武美、全球最大的結果準備、中心網、2019年7月13日閲覧、ありがとうございます。